よっしゃー、おはようございます。といっても今の時刻は11時15分。もうこんにちはっすよね。気温は15度、ちょうどいい。今の冬物の服というか秋物ですかね、秋物の上着ぐらいがちょうどいい感じです。いやー、今日天気悪いな。なんか曇ってるよね。今日本当は午前中から奥多摩とかに行きたかったんですけど、ちょっとね用事がいろいろあって行けなかった。ツーリング行きたいな。ツーリング行きたい、奥多摩行きたい、山中湖の方も行きたい行けないんですよね。なので今日はちょっと近場を流しております。いやー、ちょうどいい気候だね。寒くもなく。さあ、もう葉っぱもだいぶ落ちちゃって、もう冬ですね。ここね、飛行場なんですよ。飛行機は飛んでないの。気持ちいい。よいしょ。これが私の Z であります。まあ、変えてるとこというと、ミラーでしょう。これミラーはね、ダブル800のミラーなんですよ。ちょっとノーマルのミラーはね、ここがちょっと長くてちょっと短くしたいなと思って変えました。で、あとはタイヤっすかね。タイヤはブリヂストンの S22。 これはもうね2回ぐらい交換してるかな。とあとここね、ここ、本当はシルバーなんですけど、カフェのやつですね。黒。と、あと、ここも黒ですね。に変えてます。あと、どこだろうな、変えてるところ。まあ、これは純正のスライダーですね。で、ここがカフェのやつですね。ほんと、ここ。シルバーなんですけど、これをつけました。と、あとはバックステップは K ファクトリーですね。ぐらいですかね、自分の変えてるとこって。あとはここの川崎のエンブレムを変えてぐらいかな。だから後ろのタイヤも S22 だいぶ減ってきちゃったんで、そろそろ変えようかなと思ってるんですけど、あとはまあここグラブバーですか。グラブバーとどこだろうな、こんなもんか。それぐらいっすね、変えてるとこは。あとまあこれはラムマウント。ここ自分ね、ナビ用につけてます。
ここはサインハウスっていうね携帯ホールダーですね。ここは自分いつも映像をちょっと走りながら見てカメラの位置とかをちょっとチェックしながら走ってます。それぐらいですね。うん、よいしょ。Z はいいバイクですよ。乗りやすいし。ちょっと今日はね行くところがないので、ナップスでも行こうかな。ナップス行くとね欲しいものがまた増えちゃうんですよね。まあ冬に欲しいといえば電熱ものっすよね。電熱グローブとかね欲しいけど、ちょっとまだ自分は意地を張って電熱を使わずに走ってるんですけどね。気温15度ぐらいがちょうどいいな。これでも山梨の方行くと寒いですよね。混んでる。おお、曲がりましょう。ここはね東八道路ですね。あーラーメンのいい匂い。ラーメン食いてー。串谷下にもな、欲しいのいっぱいあるな。バイク用品はなかなか高いですからね。特に下にはいいものがいっぱいあって高いですもんね。でも物はいいんだろうな。昔自分ね川のつなぎは串谷を使っててすごい良かったですよね。当時いくらしたかな。20万ちょっとしたかな。もうずいぶん前ですけどね。昔当時はショップは府中にあったんですよ。20代の頃だな。今自分が着てる革のつなぎは兵道さん、兵道さんのつなぎを着てます。兵道さんもすごくいいですよ。気に入ってます。いろいろありますよね。タイチとかアルパインスターとかね。でも下になんかやっぱり皮が柔らかい気がしますね。すごくこう動きやすい気もするし、まあ兵藤さんもすごく気に入ってます。混んでるな。天気良くならないかな。よっしゃ、ナップス到着。なんか売ってっかな。
ありがとう。譲っていただきました。暑い。いや、やっぱ走ってないと暑いですね。いや、ナンプスとか行くと欲しいものがいっぱいあるな。やっぱベネズグローブ欲しいな。大地のグローブ、電熱が2万ぐらいでしょ。でバッテリーが5000円ぐらいですか。欲しいな。まあでももうちょっとこの普通の、まあ、冬用のグローブもね買ったばっかなんで、今季は電熱なしで行こうかな。あー、ラーメン食いて。家系串谷、串谷。いかんいかん、物欲ばかり出てしまう。物欲と食欲ばっかしだね。ただいまの気温16度。ここもラーメンやない。江川店、ああ走ると涼しい、気持ちいい。気持ちいい。道がもっと空いてるとな、気持ちいいんだけどな。ここもラーメンだよ。誘惑が怪力や。さっきナプスに知り合いがいまして、ちょっとお話をさせていただきましたが、バイクの話ではなく日本酒の話をしておりました。今日も夜は飲みに行こうかな。おお、気持ちいい。ここさっき走ったとこなんですけどね、この道ね好きなんですよ。大沢グランド通りって言うんだ。初めて知った。もうちょっと寒くなんないかな。気温15度ぐらいだとやっぱ止まると暑いね。まだグリップヒーターを使うほどじゃないですからね。黒猫ヤマトの宅急便。のどかやな。曲がります。この道もね走りやすくていいんですよ。でもたまに白バイがいるから気をつけて。白
白バイ意外とねこういうトラックのね前とかでいるんですよ。よく見てないと調子に乗ってスピードを出しすぎちゃうと捕まってしまうからね。あー気持ちいい。14度、いいね。ここは甲州街道ですね。中華、中華料理好きなんですよね。レッドバロン、お、ここもラーメン、ゴリララーメン。ラーメン屋ばっかだな。ラーメンばっかし食ってるわ。皆さんは何ラーメンが好き？自分はやっぱり一番好きなのは豚骨ラーメンかな。やっぱ麺類ってうまいよね。そばも好きだけど、うどんも好きだし、なんか昼っつうと麺になっちゃうんだよな。なぜかというとね、前の日飲むでしょお酒を。で朝起きて、ああ昨日も飲んだなーみたいな。そうすると昼ぐらいになってくるとお腹が減ってきて麺類が食べたくなるんですよ。まあ、あのスープが飲みたいっつうのもあるんだろうな。よっしゃ、では二輪館に行ってみよう。空いてる、二輪館も空いてる。よし、エッセンがある、いいな。自分ね BMW 好きなんですよね。 BMW のバイクいいよな。 SNR もいいけど SNWR もねいいっすよね。いやーバイク用品見てるといろいろ楽しいね。見るだけでもヘルメット欲しいな。ヘルメット、省エネのヘルメットいいな。 X14 洗いも好きだけど踏切、お、KTM だ。KTM のデュークとかもいいっすよね。まあ、KTM モタードとかもいいな。コメダコーヒー、コメダコーヒーって意外と人気っすよね。あー涼しい。あーなんかお腹痛いな。
トイレ行きたい。昨日はですね、ちょっと私仕事関係なんですけども、山梨に行ってまして、行ったといっても車なんですけどね、朝ゴルフしてで伊沢温泉に一泊して、大宴会して、でまあそれで帰ってきたんですけど、いやー飲んだ飲んだ、それでも今日も飲み行っちゃおうかな。いやバイクは楽しいね。こうやってちょこっと乗るだけでも楽しいですよね。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。バイク最高。じゃあねー。お、川崎。